なんでこうわざわざこう2つになってるんですか、粘着っていうのは。カラビナ1個だと、ええ、まっすぐじゃないんでこっち行ったり長いロープが全然動かない。ああ、だからあの遊びがあるためになんですね。うーん、1個でつけることもできるけどってことですか。昔は1個ってやってたんですけど、ええ、めちゃくちゃロープも太かったし、ええ、上の方で全然ロープが少なくなっちゃうんですよ。だからあの分で遊びが出るんだ。そうです。でロープが、まあ、できるだけ直線に伸びるように。すごい。昔はそんな難しいとこ登んなかったんで、あれだと分かんないと思うんですけど、今はこうやばいとこ行くじゃないですか。ちょっと引っ張れたらもう落っこっちゃう。ああ、そういうことですか。ロープ張るときにですね。そうです。上にカシャってつけるときに。そうです。てか、登ってるときも、下から引っ張られてると。ああ、なるほど。はい。粘着か。そっか。もしこれが、あれがなかったら、あそこになっちゃうってことですね。そうそう。そうするとめちゃくちゃ流れが。と思った以上に悪くなるんですよ。へえ。で、岩に近くについておいた方がいいんですか、下の人は。ここで待ってる人は岩近く。今落ちると、ここ飛んでくるんで、ロープをあんまりこっちに置いてここに引っかかっちゃう。あーと、やけどするんで。最初はあーこっちに落ちるんで、ははあ、このルートですか。あの上からロープ来るんですよ。ここってオブラート。あっちに行くんですか、あれ。どこまで行くの。左に行くんですけど、オーバーハングしてるから、もうちょっと行ってから左に行く。それなんか左から行かなかったっけ。え、まあいいけど、もうちょい上に上がってたけど。ああ結構悪いね。結構悪いって簡単だね。左行くって、チョークついてる。まず右のルートです。違うか。まあいいや。
んな…てかこれ、私行くんですか？左向く行ったんだよ。こんなの、このノーバーグのどこ。悪いっていうのはどういう用語なんですか？悪いってのは難しい。あ、そういうこと、難しいってことなんですね。そっかそっか、これだいぶ違いますね、ヌンチャクだったのか、ないヌンチャクか、ただのカラビナかで、はあ、この遊び、遊びは大事。だいぶ悪い。いや、これだいぶ悪いっすよね。私じゃあっちから行けば大丈夫。え、あっちからですか？へえ、だいぶ悪いっすけど。これどのぐらいのレベルなんですかね？これ5、10C とかかな。え、 10C とかかな。510の C とかだと思う。510っていうと、510っていうと、5、まあ5はどうでもいいんですけど、10っていう。15が一番難しいんでしたっけ？で、1からいってるんですよね。いや、まあ5ぐらいからですね。あ、5から始まるんですか？だいたい5、4もありますけど、まあ1から入ってるのかな。あんまりないですけど、1っていう。5のC、 5の10の C、 10、1個の数字も ABCD って分かれてるんですよ。だから10から15までっていうのは 5段階じゃないですか。それが4段階に分かれてて、20段階、15っていうのは難しいってことです。5の10の C ってことは、5っていうのがまず頭文字に来てるってことは、はい、まあフリークライミングでも、まあ難しい手足を使うっていうのは5っていうのを、4っていうのは歩いて登れるレベル。ああ、まあ、そうなんですか。みんな 5.x なんですけど。6とかあるんですか？6はないです。あ、じゃあ 5の中で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15まであるわけですね、はい、じゃあ結構難しいってやつですね、これ。これはまあ難しいですね。10ですもんね。10だから。で ABC ってあって、あ、さらに10の ABC の C ですね、はい、ABC の次は11の A になるんですね。次は10の D ってなる。あ、そうなんだ。それは次は11の D で、あ、 ABC D までですか？ D まで。で次11に行って5の、11の ABCD で、はい、5の12の ABCD っていくんですね、はい。ねえ、これは10ですか？10です。これ、まあ、ちょっとクライミングやればすぐ登れるんですけど、まあ、クライミングやってない人にとってはかなり難しい。いやいや、これ見た感じ難しいんですけど。そうですね。今日寒いし、まあ暖かい方ですけど、この風で寒いのもあるし、まあ、ウォームアップもしてないんですけどね。いきなりだから、かなり。普通だったら難しいけど、まああの人は普通じゃないんで。ウォームアップなしで一発。もう一発。一発、すごいですね。そっか、ここで、いや、ここでキャッてやれば、ロープが、たるみがないから、そこら辺で落ちるってことですね。はい、1個のカラビナのとこまでで止まるんだ。そうです、大体そのぐらいで。ヌンチャクぐらいで。まあでもこういうロープって、衝撃吸収ために、するためにかなり伸びるんで。ええ。あ、じゃあ1、2個ぐらいですか、行って。まあ1個ぐらいで止まる、今落ちてる。1個まで落ちないかな。ただあの、ヌンチャクからかなり上に行って落ちると、ビョーンってそのまま落ちますよね。ああ、そうですね、はい、ボワーンってですね。アンレマー。
すごい悪いってすごいですね、なんか用語がなんか結構ね、こう掴むところはこう筋になってるんですけど、こうちゃんとかかるか、こうカチッとかかるか、丸っこくなってるか、違うんです。丸っこいとちょっとやばいですね。かなり力使います。あとバランスも悪くなる。あらまあ。一応あそこ最後は一番上ですか。一番上にカラビナ見えてますよね、ええ、あそこが終了点だと思います。こっちもさっきのところ残ってあるでしょ、ええ、大体2本なんかあるんです。2本あるのは何ですか。まあ、1本抜けても。ああそういうことか、はい、終了点は2本あるんだ。2本大体2本、まあ、3つあるところもあります。最近は2本かな。ボルトちゃんとしっかり打ってあるんで。ああなるほど。ただ、ね、この岩は結構岩が脆いんですよ。ひびは関係ないんですか。こういうひびは関係ないです。ひびは、まあ、岩質みたいなのあるんですか。岩質ですね、これは。何だって言うんだろうな、なんとか、まあ、脆い岩、結構ポロッと剥がれるんですよ。へえ。でまあ人がいっぱい登ってるとこはもう剥がれるって もう剥がれちゃってるんで、うん、意外と大丈夫です。あれ一発でもろも登るのなんて言うんでしたっけ。オンサイト。オンサイト、うん、あらまこんなうん。わすげえな。こう素人目に見て、はい、口に噛むのかっこいいですね。靴噛んで、ね、セカンドステップですよね、エベレスト。ステージじゃないですよね。ステップ、ステージじゃない。ああ行った。ステップ3つあって、ファーストステップ、セカンドステップ、サードステップってあるんですけど、うわー、セカンドは行っちゃった。さすが、なるほど、さすがだね。オンサイトってやつですね、これ。まあ彼女登ってると思いますよ、昔に。ああそっか。ああそうか、初めての時をオンサイトって言うんですか。こういうのはレッドポイントってですね。レッドポイント。レッドポイント。ん？残しといていいよ。これもリードする。あ、ですか。そうか。一回張ったロープを取りました。これだとクライミングの世界では、トップロープで登った。さっき私がやったような感じだとトップロープで登ったってことになって、まあ。正式に登ったことにはなんないみたいですね。なんでこれ、自らロープを持っていくわけみたいです。っていうか難しかった。ダメだね、あれ。お、さすがだな。なんか全然違う岩みたいですね。え、ああ、なんかあれ、あんなとこまで。足使いがすごく重要ということなんですけど、全然わかんないよ。これ実は難しかったです。 10C 私じゃあ難しいですね、これ。
なんか柔らかい、なんか体が皆さんこうキュッキュ柔らかいんですね。多分全く違う動きをしてるんでしょうね、私は。あそこ、なんでしょうね、あれ足ないのにどうやって行くの。あれ絶対私は無理だね、あそこ。全然わからんす、まだ。なんかこうもう戦ってる感じしないですもんね。共にある感じです、岩と。大変だよ。あんなとこまで行けるわけがないよな。
おおおおわあ、さすがです。さすがおお、全然違うルートみたいな。もう一回だけ、ちょっと下だけ下ろしちゃう。もうプロープにしちゃえばって言ってもすぐ持たないんで、もうあと2、3回ですけど。